いや、ほんとひまれさ、なんか毎日さ、もうなんかあんまゲームとかもやる気起きなくてさあんまゲームとかもやる気起きなくてさ、なんかずっと天井を見てぼーっとしてんだけど、やばいよ、もう見知らぬ天井って感じ、まあ見知った天井だけど、見知った天井をずっとぼーっと一日中見てる一日中ぼーっと天井を見てますわいやもうやることがなさすぎてやばい、ほんとにマジやることないんだけど、どうしようかな、あと10日もあんのか、こんな日々が、もう嫌なんだけど、てか表情筋痛い表情筋痛い、表情筋の筋肉も衰えすぎてて痛い、表情筋の筋肉が痛いっすよいやもうどうしようかね、やることないんですよマジで。こっそり配信しちゃう、またセイバスに怒られるよ、もうセイバスの契約が狂うって言って怒られてしまういやなんかね、昨日なんだよ、昨日遊んだんですよ。え、昨日も本当に遊んできて、なんか1ヶ月ぐらい前から遊ぶ約束してて、3人、てかまあ配信で遊ぼうって言って、そこで配信で約束して遊ぶことになって、でそれでなんかまあ執事決済行こうって話をしてたんだけど、まあ、でルーね、なんかね、まあせっちゃんとおりちゃんは初めてだったんだけど、ルーはなんかね、ポイントカード見てるとね、なんかルーポイントカード見てると5回目か6回目ぐらいで、でもそのポイントカード作る前にも何回か行ったことあるから、多分7、8回行ってるみたいで、なんか1年ぶりだったんだよね、1年ぶりでさ、でそれでさ1年ぶりに行ってさ、アツネア様いなかったのですか、いないよ、女の子の行くとこでしょ、鈴木さんなんてで1年ぶりだったから、なんかお嬢様おひなんか久しぶりで私の顔をお忘れですかみたいなこと言われちゃってさ、で前回の担当執事覚えてますかって言われて、覚えてるわけねえだろと思って、いや忘れましたって言ったら、なんかもう結構ね、うまいこと返してくれるんだよね執事さんが。でさ、なんか結構ね、今回ね、なんかいつもは少ないんだけど、いつもは少ないんだけどね、なんかね、60超えたおじいちゃん執事さんが2人ぐらいいてね、執事喫茶スワローテールってなんか本当に、なんていうのかな、60超えた定年退職したおじいちゃんを結構積極的に募集してて、でそれでなんか本当になんかおじいちゃんでちょっと背曲がってる感じのおじいちゃんがなんかフットマンやったりしてて、いやめっちゃなんかね雰囲気やっていいんだよね。でなんかもう本当になんだろう、執事さんたちみんな芝居経験あんのかなってぐらいさ、なんか本当にまあせっちゃんとおりちゃん初めてだったからさ、なんかお嬢様お忘れですか、あなたたちは幼少時英国に留学されてお久しぶりのご帰宅なんですよとか言っててすげえやっぱ楽しかったすげえ、その店客男でも入れる、全然男の人はまあそんないないけど入れてくれると思う。ルー昔一回見たことあるのは、なんかおじいちゃんが一人で本を読みに来てるところは見たことある。でなんか呼び方もね、予約の時に選べて、お嬢様、奥様、お坊ちゃま、旦那様の中から選べるのね。で2人にお嬢様と奥様どっちで呼ばれたいですで呼ばれたいって聞いたら、2人ともお嬢様って言ってて、いやそりゃそうよねって思って、奥様なんて呼ばれたくないよねと思ってそりゃそうだみたいな。
でなんかねやっぱねすごいしっかりしてて、まあ、コートとかもさなんかあの脱ぐ時にさ手伝ってくれたり脱ぐ時着る時に手伝ってくれたり移動中にカバン全部持ってくれたりとかさしてさもうマジでもう執事って感じ。なんかお嬢様には苦労させませんみたいな感じでマジ執事って感じなんだよね。いやもうやっぱなんか何回行っても楽しいわスワローテール。テーブルついた瞬間からの私とせっちゃんの視線の泳ぎ方やばかった。